エンタシスの柱江戸時代の民家の大黒柱エンタシスの柱柱は、材を垂直に立てて建築物の支えとしたもの。柱は建築物の構成要素となるほか、電柱やお柱など、それ自身が構築物となっていることもある。材料は、古来は、木材、石材、蓄材などが使われ、金星以降は、鉱材、コンクリート、鉄筋コンクリート製のものも現れた。 用途、場所、役割によって呼び名が異なる。床の間に使う装飾的な柱を、床柱、門を支える者を、門中、塀を支える柱を控え柱、また、大壁を新壁に見せかけるための付け柱などと、それぞれに名称が付けられている。家の中心となるような太い柱は、大黒柱、大極柱と呼ばれる。物理学においては、 軸方向に作用する圧縮荷重に抵抗する、細長い直線上の棒材を柱と呼び、量と区別される。日本初期水二28年10月上に、金明天皇と北志姫を埋葬した古墳を修復し、氏族ごとに柱を立てたとあり、古墳時代には柱の祭祀があったという見方がある。宮城を造営する際、君主が世界を支配するために天とつながる。 中心点が重要であるとして、大極殿を建てた。当時を模して建てたものの代表的なものに、平安神宮外拝殿がある。大極が万物の根源、音妙の根源とつながるものと考えられ、万物には当然のごとく神が宿ることから、そこに立てる重要な柱を大極柱と呼ぶことになる。地方によっては、大国のの神をお祭りすることから大国柱ともいい、 太い柱を大黒柱と一概に言うわけではない。伊勢神宮聖殿に見られる心を柱も、日本の神が木や柱を寄りたいとするため、神が寄りつく日もろぎとしている。柱は神や仏を数えるのに用いる助数詞でもある。その理由は古墳時代の柱の祭祀に由来すると見る説がある。また家の中の柱の列立する様子に例えたという説もある。 神様を数えるという文化は、一神教にはなく多神教でも、一般的ではない。助数詞としての柱は、古事記には見られるが、日本書紀では助数詞としては用いられておらず、演技式では、座という助数詞が用いられている。なお、昔は、後期の人を数え立て祭る時にも用いた。社会や組織において、建築物における柱と同じ。 役割を果たすもの,の例えにもよく用いられる。特に大黒柱の故障は家族の主人に例えられる。公共用の電柱、照明柱、信号柱などはユーティリティポールとしてまとめられることがある。ありがとうございます。